後期,後期辞典、後期辞典、後期辞典、後期辞典は中国の漢字辞典である。清の後期帝の直線により、漢代の説問開示以降の歴代の辞書の集大成として編纂された。編者は、長玉垣、陳定高しら三十名で六年の編集期間を経て、後期十五年うる三月十九日、1716年に完成。全十二巻。 収録文字数は4万9 3 0に上り、その恩義、字音と字義を解説している。字の配列順は、先行辞書である、G、誠字通が、部首の画数順、同部首内の文字の画数順によっているのに習ったものだが、後期辞典順という呼称が使われているように後の、部首別漢字点の規範となり、さらに情報化時代においては、ユニコード内の漢字コードの配列順、 コンシラ・ディケルズ・ U プラス2回零々から2回 DF にも使われている。発行以来、各種の版が作られているが、新庁内務府が発行した初版のものは、ナイフ本、どの版と呼ばれる。日本では1780年、安永9年、日本本国、後期辞典として本国された版が、最初のもの、安永本と呼ばれる。いずれも木版によって印刷された。 後期時点の本文は G、政治通と同じく孔子虎ト辰ウタツミウマの十二州に分け各州をさらに上中下の三部に分ける。都合本文は三十六巻である。本文の親父は部署の各数順、同一部署の中では部署を除いた部分の各数順に配列されている。部署の総数は G、政治通と同じ百十四であるが、 四個前書総目帝王に誤って書かれているのを、孫引きして119としている書物が、大漢和辞典、日本国語大辞典、初版、漢石解題など、多数ある。関東には、女、神悟る、判例、職名、当院、総目、賢治、弁義が置かれ、巻末には、ホイ、美行が置かれている。四個前書総目定王によれば、このうち、当院、総目、検事 弁に、ほい、尾行、各一巻と数えて、全四十二巻とする。関東の、序は、正式名称は、魚性後期児天序。三治む間の一人である、陳句に彦の書。他の部分はすべて、後期児天体の明朝体が使われているが、序だけは、解書体によっている。本書の特徴を、部分判列、開感良年。かつのつまびらかなラざル。 一音の備え払ざるなしと述べ、編纂の目的を記し、辞典の命名の由来を明らかにする。神悟は後期四十九年三月九日に、後期帝が進化に対して新たな辞書の編纂を命じた文書の写しである。判例は十八箇条あり、編纂方針や記述方針を具体的に述べる。編纂にあたって参考としたりの名を挙げるが、そのうち、 政治通に言及した者が9カ条、G、公部聖院に言及した者が4カ条に上り、これらに依拠した点の多いことを示している。職名は、見出しには、後期辞典とあり、後期辞典編纂に携わった、創越官2名、三治二27名、三治艦健康官官1名の、計30名の官僚の生命と職名をす。当院は当院図及びその活用法を記す。 総目は本文の総目録だが、各数別に部首を並べただけで、掲載館や掲載ページは書かれていない。なお、各州の冒頭にもその州に掲載された部首の目録がある。検事は二つの部分に分かれる。第一に部首が変形したものの属する部首を挙げる。人面は人部、山水は水部に属するなどの類である。第二に、 武士を見出しにくい字の武士を画数別に示す。四角の項では即、今、助などが、人部に、うん、互い、ご、いなどが二部に属することがわかる。弁には字型が類似しているが別の字であるものを、二字掃除、から、五字掃除までに分けて収める。二字掃除には、僕とし、丘ともう、京と線、壺と、壺、ふと、伝え、関と石、関。 強しと強しなどの例が収められている。なお、賢字、掃除は、G に掲載された同名の項目を増干し者。刊末の、ほいはその冒頭に、およそ恩義はべりて、青州に入るべくして、未だ増入りをへざる者、ために、ほい一巻を作るとあり、おともぎも備わっているのに本文に漏れた漢字を、収めている。尾行はその冒頭に、 およそ考え読んどころすべきなく、音はべりで義なく、あるいは音義全くなき者、ために微行一貫を作るとあり、先行する時点に収録されているものの辞儀が不明の漢字を収めている。後期辞典は、現代日本では主に辞退の基準となる政治を示した書物という捉え方をされているが、あくまでも辞儀や辞音を調べるための辞書である。後期辞典は、 近代以前に作られた最大規模の辞書であり、辞書の集大成ということができる。辞書史上極めて重要な書き物である。最大の特徴は、その収録文字の多さと解釈の詳細さである。本書は、G、政治通の集裁字に加え、G 保、五因変換、龍眼手鏡などに収録された、珍奇な字や必ずしも正当でない字体を力集裁している。 アザ書としての収録時数は、語音変換よりも少ないため史上最大ではないが、漢字の網羅的なリストとして重要視されており、難事を調べる辞典としての価値も大きい。近代以後の大札の漢字辞典である、中華大辞典、大漢和辞典、中文大辞典、漢語大辞典は、いずれも、後期辞典秀載の親父をすべて収録している。は、過去の、主な書として、 公員、衆印、国民会許容、公部聖員のすべてを参照して、それらの印書の反説に異動がある場合は、それぞれの反説を示している。さらに、直音での音表記も示している。辞儀についても、説問会時、玉編、行員、衆院をはじめとした先行技書を参照して、これらにある辞儀を修裁している。それまでの辞書と比べて優れた大きな特色は、 すべての辞儀に対して辞書及び古典籍からの要礼を示している点である。音印、辞儀のいずれについても出典名は署名に加えて編名も表示されており、すべて文字を四角で囲んで示しているから一目瞭然である。なお、後期辞典独自の見解を示すときは必ず、例案と示した後に書かれている。開以来のそれまでの中国の典と同様、 後期辞典は熟語を収録していない。この点は日本の近代以降に編纂された緩和辞典とは大きく異なっている。したがってすべての語義は辞儀に分解する形で解説されている。また、関東に展示と武士目録を備えるのみで本格的な作品が付されていない点も大きく異なっている。欠点としては、 専門知識に乏しい多数の高級官僚によって短期間に作られたために誤りや不正確な記述が多いこと、編集方針が徹底しなかったことによる例外が多数見られることなどが挙げられる。観光当初は直線の時点であるために無病であるとされ、欠点を述べることは許されなかったが、後に皇帝自らが欠点を認め、進化に改定を命じている。 具体的な補正については次々こうで述べる。後期時点で政治とされたものは当時の政長交渉学での説問開示の研究などに基づいた復古主義的な傾向を見せており、中には説問開示の焦点の字型を解消に改めることで新しく作りされたものも含まれている。このような後期辞典に基づく政治体系を特に後期辞典体などと呼ぶことがある。 ただし、言語と書くように、後期辞典では、皇帝の名を引きして、結をする字もあるほか、あざ形の不統一などの問題点も見られ、それらの問題点を解消したものを、いわゆる後期辞典体と呼ぶ。本文で使用されている字型は、文字学の伝統に従って、先行の辞書の字型を継承している。特に、政治通の影響を大きく受け、説問などに示された焦点を、 会所の字型に復元したものに改められてり、一般に用いられていた会所に由来する明朝からだの字型とは異なっている。現に当時の通用会所で書かれている序文、魚生後期辞典所、後規定の勅命を受け、陳句彦が、起草においては、後期辞典本文と異なる字型の会所体が多く、用いられており、本文と序文の間で字型が異なっている。しかし、 後期時点の観光後は、金属活字開発において、政治の規範としてこの時点が用いられたため、年次が下るにつれて、字型が、いわゆる後期時点体に近づく傾向を見せる。現在日本で、旧字体と呼んでいるものは、概ね、いわゆる後期時点体のことである。一口に、旧字体といっても、伝統的、歴史的に用いられてきた。 会書体と、いわゆる後期辞典体は一致ないものも、多数含まれている。例を挙げると、老、心、来たる、縛、海、岩、石、書などである。また、サ先などは、常用漢字にもそのまま採用されているが、これらも、伝統的な会書体とは異なる。後期辞典の交渉、保管として、以下のものがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。